ただいまより国会委員長の定例会見を始めます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、皆さんお疲れ様です。お集まりいただきましてありがとうございます。国会の方は今週月曜日、与野党の幹事長書記局長会談がございました。これをもって、国会の方は正常化ということでございますが、衆議院の方では各常任委員会の方で不正常なといいますか、非常に歪んだ形での委員会運営が行われようとしている委員会がございます。我が党はですね、結党以来この国会の常識を打ち破るということで、前例慣例にはとらわれない国会運営というものを目指してまいりました。委員会においては筆頭間協議と呼ばれる与党と野党の筆頭野党の理事同士での委員会運営、また法案の処理の協議というものを認めずにですね、各政党間協議、また平安徳の際に行いました三者協議という形で、委員会運営についても我が党の意見を強く打ち出すということで対応してまいりましたが、ここ数日ですね、この筆頭間協議において各委員会の運営等が決められているという状況がまま見受けられる状況でございます。こういった形での委員会運営、また法案の処理については我が党は協力ができないということを改めて与党にも申し上げていきたいというふうに思っております。また国会は9月27日まで延長されておりますので、8月の第3週がお盆休みだとかいうような話もございますが、我々は学生ではありませんので、この間も国民の皆様方の税金から報酬をいただいておりますので、盆休みを取ると、安直に取るというようなことではなしに、衆議院の方においても、各議員立法の審議であるとか、そういうものについて、どんどんとこの議論を深めていく、そういうことを働きかけていくよう、各委員会の理事にお伝えをして、お願いをいたしました。特にですね、我が党の再三申し上げてまいりましたが、重要法案であります、IR 法案、これについてはすでに4国会、をかけて審議をしているところでございます。平安徳の方で安保法制も衆議院が通過をいたしましたので、この IR 法案については我が党はこれ以降の最重要法案ということで、与党側また他党にも働きかけていきたい。今日も IR 議連の方で勉強会もございましたが、この実際にどこの委員会でどういう審議をしていくかという段階に移っていきたいというふうに考えております。予算委員会の集中審議の方は衆議院では7日あたりが有力であるという報告を聞いております。参議院では10日前後ではないだろうかということでございますが、予算委員会の集中審議をしたからですね、国会を正常化して他のことについては協力をしていくということではなしに、あらゆる機会を通じてですね、この安保法制以外の重要項目、すなわち国立競技場の問題、TPP 問題、そして戦後70年談話、また先般発表されました中期財政見通し、また仙台の原発再稼働の問題、こういったですね、国民の皆様方が強い関心を持って、注目されておられるテーマについては、あらゆる機会を通じて、議論をし、国民の皆様方に理解を持っていただく、深めていただくということで、働きかけていきたいというふうに考えております。また、先般、磯崎総理補佐官が、講演において、安保法制の問題について
法的安定性は関係ないという、まあ、発言をされました、我が党の柴田参議院議員の先ほどのご報告では、参議院の平安徳において参考人として、磯崎総理補佐官にお出ましをいただいて、真意をお伺いをするという方針で臨んでいくということを聞いております。まあ、我が党としてもですね、この間平安徳において独自案を出して、やはり国民の皆様方に安心を持っていただけるような、これからの日本の安全保障を構築していくという考え方の中で、根幹に関わるこの発言だというふうに考えておりますので、その辺の真意についてはきちっとお伺いをした上で、参議院の平安徳に臨んでいきたいというふうに考えております。本日は以上でございます。それでは質疑応答とさせていただきます。挙手の上、所属を名前を述べてからご質問くださるようご協力お願い申し上げます。IBC の議論部です。昨日、IBC の部の幹部の方が協議されて、大学選挙規則の、推薦人の要件について応じて決まったということなんですけども、その、検定についてはどのように受け止められていますでしょうか。我々代表選挙はですね、アメリカの大統領型選挙を行っていくということで、日本のこの政党の歴史の中で、なかなか、なかったルールに基づいて、この代表選挙をやるということを大基本として、大前提として、決定をしておりました。その前提の中でいろいろな規則を決めてき、たということで、随分手間暇を、東総務会長代行が手間暇をかけてやってくれましたので、これに基づいてですね、正々堂々と国民の皆様方にこの機会に維新の党の基本的な姿勢がどういう姿勢なのかということを訴えて、日本初のこの大統領型代表選挙というものを粛々と進めていきたいというふうに思っております。その他ご質問ございますか。パークに関して独自案なんですけれども、これ、都内の皆さん方、出すべきという意見、かなり強くなっていると思いますが、まず、委員長のお考えとですね、あと具体的には出すとすれば、いつぐらいが、その例の目安になっているのか、今の流れを、どうしてありますか。一部ですね、手直しをする部分もあるというふうに、現場サイドからは聞いておりまして、今、その作業に取り掛かっています。で、衆議院の時もそうでしたが、参議院の方も、まず与党の考え方、法案をよく審議をさせていただいて、新たな何か問題点があれば、それを反映させる形で、この独自案を練り上げていく、ブラッシュアップするということですので、すぐにというわけではなしに、一定参議院の方でも議論を経た中で、タイミングを見極めて提出をするという考えでございます。磯崎補佐官の意見なんですが、民主党は否認というか辞任を求めているんですけど、先ほど申し上げましたように、まず参考人としてですね、平安徳にお出ましをいただいて、その発言の真意というのをお聞かせいただきたいというふうに思います。で、その真意がですね、報道されておるように、法的安定性は安保の場合は関係ないんだということがご真意であれば、それは私は総理補佐官としてはふさわしくないんじゃないかと、そういうふうに思っておりますので、まずご本人の考え方をお聞かせいただくということから始めさせていただきたいと思います。でも今、安倍総理は発言には注意しなければいけないと言っている部分にとどまっているんですけれども、そこから進まないような話にならないということでしょうか。そうですね、公的な場面でしっかりとその真意についてご説明いただくと
ということですね。その他ご質問ございます。日経新聞の方です。アイランド法案の関連で、今日は夕方に自民と民主の有志が、ギャンブル対策議員というか、いわゆる反カジノ議員というのが立ち上がるんですけども、それについての受け止めと、あとスケジュール感というのはどういうふうに描いていらっしゃるかと。カジノに反対される方々の多くがですね、このギャンブルフィーバー、いわゆるギャンブル依存症が起こるので、芳しくないということが、多数を占めているんじゃないかなというふうに思います。で、実際、ギャンブル依存症というのがあるのかないのかと言われれば、私もあると思います。ただ世界各国で、カジノというものが普及している中で、特にラスベガス等においては事業者に利益の中からそのギャンブルフィーバー対策としてですね、お金を拠出させて、そういった対策に当てがっていると。そしてきちっとしたプログラミングをして、この構成をさせていくというような実例もあるわけですから、実際にそういう方々がそういうことを勉強していただいてですね、そういう不安感が解消されれば、私は逆にこのカジノに対しても賛成していただけるのではないだろうかというふうに思いますので、そういった勉強会等をしていただくことは歓迎したいというふうに思います。で、スケジュール感についてはですね、今国会9月27日までですので、その間に必ず成立できるように与党側にも強く改めて維新国対としてですね、働きかけをしていきたいというふうに考えています。清和寿司からよろしくお願いします。IR の今の関係なんですけども、法案をどこに付託するかということも含めて自民党に申し入れているという感じなんでしょうか。付託先はですね、自民党さんに行ってお任せをしたいというふうに思います。これまで内閣委員会等で、内閣委員会で、そういった議論をされてきたというふうに側聞をいたしておりますので、それがベースになってですね、考えられていくのではないかというふうに思います。ちょっとまた別の角度から質問したいんですけども、今の IR に関してなんですが、大阪構想がその5月にですね、否決された後なんですが、大阪の方ではその IR 施設の誘致に関して、その業者さんの方がですね、どちらかというとその引いてっていうような矢に効いてるんです。やっぱり横浜じゃないかみたいな話にもなってきてそうなんですけども、そのあたり大阪選出の馬場先生としてどのようにご覧になっているか、そのあたりをお聞かせください。一定大阪都構想の秘訣というものが、この IR の展開に影響を及ぼしているということは、あるんじゃないかなというふうに思います。ただ現状では大阪は今 USJ 効果でですね、大阪市内をはじめ、市内周辺の自治体にあるホテルは満杯状態ということで、なかなか大阪で泊まることできませんねという話もよくお聞きをします。大阪都構想というのは、そもそも大阪の経済を活性化させて、関西一帯を盛り上げていくというための一つのツールであったわけですね、手段であったわけです。大阪都構想を作るのが目的ではありませんでしたので、今後もですね、この IR 施設を誘致するということを、大阪としては最大目標として掲げて、同じような一つのツールとして IR を取り込んでいくということを考えていくべきだというふうに思います。その他ご質問ございますか。ただ、これにて国対委員長の定例記者会見に終了させていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。